はい、以上。今後は、本物を習う。ということで、ひらがな、覚えていきます。盗んだんじゃない。いや、素晴らしい日だ。
私は日本人なので。しましょう。種類あります。ひらがなは基本的な文字です。漢字は複雑です。ひらがなは46本、それと26本の追加される文字があります。点々とか小さな巣とか小さな矢とかですね。進んでいきます。ありがとうございました。